キーワードは、まあ集中の反対の分散ですね、先生。分散、今日、today's トゥデイズキーワードは、ディストリビューショ distribution。で、まあ、これはキーワードを考えたのは、数ヶ月前なんですけど、まあ集中ってやったから、今度は反対語の分散ってたんですね、はい。逆に、はい、はい。逆にした。で、じゃあ、分散 何話そうかなと <laughs> <laughs> キーワードから話を考えてみたんですけど、まあ、この前はあの都市に集中するといろんなものがということでまあ話したので今度は分散だとで今地方創生等によって分散でいろいろ都市の方から地方の方にっていうことになるとまあ観,光だ観光なのかなと思ってねいろいろちょっと資料をこう。 集めてみたんですけどディストリビューションの言葉だけ見,見ましたら、うん、名詞ですね「何々ション」うんうん、でも動詞の場合には「ディストリビュート、うん、配達するあ配達なの <laughs> <laughs> あいろいろんなところにねうんなるほどね配達かあそれで、えー、まあ都市に特にあの観光客なんかはこっちの、はい えー、観光庁の訪、えー、日外国人消費動向調査なんか見ると、あまあインバウンドの観光のデータが今、見てます,すけどね、都道府県別なので、ちょっと粗いですけど、で見ると、まあ、初めて来た人と、リピーターって言われるものですね、二、はい、度目い、一、うん、回目、2>, 2回目以上で見ると、うん、じゃあ、 東京、大阪、京都、神奈川、千葉、愛知県なんかが上位にこうあります、ね、訪問するランキングですね。1位がやっぱり東京。東京ですね、これ1位東京。次、大阪、で京都、神奈川、千葉。観光のことがあります、<え>ゴールデン・チライアングル、ゴールデン・三角という。はい 言葉よく聞こえますですけど、のうん、あの東京、京大阪、京都のことですね、うん、まず一つは、京都はまあ、ね、あの観光地として有名なんですけど、大阪と東京は、やっぱり日本っていうのは島国でしょ、うん、で海外の人が来るのは、まあ、あの九州の福岡の方はプ釜、えー、山の方から。 あそこはそんなに長,短、えー、長い距離ではないので来れるんですけどそれ以外に関して言うと、まあ、ほぼ飛行機になってくるのでどうしてもそのゲートウェイの、えー、ゲートウェイ合ってるゲートウェイああ <laughs> い,いいじゃないですけどゲートウェイがゲートですけど <laughs> 入る出る、はい、入る出る、はい、ゲートウェイは、うん、でもハブハブで まあ、アジアの幅はインチョンとかになってるんじゃないかな、うん、今。なん,なんていうんですかこの、とりあえず来るこうゲート、ゲー,トーん、インチューポイントかな。全然、<laughs> 一般的じゃないよね、逆に <laughs> <口>、まあ。入り口入り口、うん、入り口としての、えー、東京と、まあ、お大阪、特に成田、成田空港。成田、まあ、羽田も今、あれだしね。であとは関空 関空ですね<の>、はい、特に、えー、中国だったり台湾、えー、あとは韓国から来る時も関空はねに近いので、うん、わざわざ東京まで行く必要がないので、うん、やっぱり、まあ、大阪と東京、うん、この辺はやっぱりどうしてもそこから始まるみたいな感じですよね。なので東京大阪、まあ、大都市だっていうのもありますけど、えー、そこに集中しているっていうのは、まあ、特に東京がたいまあ 最初に来るのは60%以上になってますもんね、これミッドそう、最初、日本に来たの観光客が、うん、60%が東京に行きます、うん。で、大阪がこれは40%切ってますから、まあ、ほぼやっぱり東京に行くと。で、と大阪に来る人は、まあ、京都も行ってるんで、ほぼ同じような数字になって、30, 30から40%その間に入ってますよね。 先生一番最初に来たのどこです日本。<laughs> まあ、私、ちょっと仕事,仕事でしたよね、確かにあの留学。留学でしたのであの、大阪の大学、大阪外大で1年間留学しましたけど、うん、やっぱり初めて関空でい、うん、入り口使って、大阪行きました、うん、あ東京には行,行ってないんですか、その時は。うん、行ってない。う 日本にお、まあ、何ヶ月ぐらいあり、うん、おりました。東京、まだ行ったことないか状況でした。東京、いつ行ったんですか。か一番最初に行ったの。まあ、まあ、初めて聞いた時には、留学しました。大阪。はいはい、でも、冬休みぐらい、東京遊びに行きました。その、あの、楽器の間、あの、こうどうせん。そうですか。東京行ってみて。あの、やっぱり、い <laughs> るが長いの話ですか。はい 私、アリゾナ出身です、カリフォルニアの隣。砂漠とか、カリフォルニア、ウェストコーストであ雰囲気がニューヨークの全然違うです、ニューヨークの姉妹都市、ボストンとか、その街ありますけど、本当、都会的って感じですよね、カフォアリゾナ、スペースあります、もう道が広いですよね、もうちょっとバックの雰囲気があります。関西聞きましたら ちょっと似てると思います、楽なんていう感じありますけど、t o を聞きましたら、やっぱりニューヨーク似てるかな、もうちょっとなんていう、ガチの感じルフォーマルフォーマル、分かりますか服だけではないけど、考え方、なんか。あそれ、心持ちのこと言っとんですか、アバウトだってこと かなんそうそう,そう,そうなるほどあなるほどそう思った、うん、<ー>でもやっぱりアリゾナ育ちまして最初の何ヶ月大阪住んでまして東京あまり好きではなかったその人とかあのやり方とかあ行ってみたら、うん、あとや<う>野球もこともありましたあのある球団 <laughs> あの阪神タイガースがあ,ーあの すごくまだカリフォルニアに似てるんですけど、どこでしたっけ、カリフォルニアの球団って。エンジェルズと5つチームぐらいありますけど、でもそんなに予算ないです。阪神、似てるんですけど、やっぱり先生、だまされちゃだめですよ、阪神結構持ってますから、そうすかごめんなさい。でも、その代わりにジャイアンツ、すごく持ってます。ヤンキーは 何でも選手がモーかルもできるような感じでほとんどみんながヤンキース大好きか大嫌いのことありますけどやっぱりその考え方も関西に,に似合わせて東京のそう私は関西がウェストコースト関東がイーストコーストに似ていると思いますだから私はウェストコースターということですけど関西に合わせるなるほどね。 そうか関西にずっといるからなエリック先生僕も、ね、だからもうかりマッカーとか全然<あ> <laughs> <laughs> でも身についてないですけどね <laughs> 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 あまあ,あのそういうことで2回目になると、えー、今度その率っていうのは東京大阪京都なんかに行く率っていうのはぐっと下がってくるんですよね、まあ、その分これ割合なので、まあ、地方の方に その分ちょっと言ってる、それはななんとく分かりますよねやっぱりあのまず日本はあまり分からない,いか経験がないと、やっぱり観光が姉妹都市のことを言って、あの安全とか、あまり計画を入れないとか、うん、ホテルが多いとか、なんか英語も大丈夫の場所がいとほうが安全ですよね、t o k o とか、うんあ、大阪とか。 京都ですけど。もうやっぱり、あの、二回目聞いたら。今、今のグラフ見ましたら、一回目。六十パーセントの人は東京来ますけど、二回目は。まあ、五十以下。行きますけど。やっぱり、あの。この辺、このエリアですけど、綾部福知山、宮津の。そのことをわかりましたら、もう、前、だいぶ前、そようわかりますと思います。リピーター、二回目以上の人が。 マーケティングのターゲットそのる方がいいんじゃないですか、うんうん、とそうですねまあだって最初は <coughs> 僕だってアメリカ行ったら、えー、ニューヨーク行きたいですもんあやっぱりやぱり見たい見ないみたいで、うん、で次はなあなどこかなっていうふうになるじゃないですか、うん、僕ねあのねいろいろ国もあった時にもうねあんまりねその観光地とか全然興味なくな,ないんでねあの まず最初に一番大きい首都行くんですよ、まあうん、アメリカみたいに行政首都あのワシントン DC でしょ、うん、ああいうところもあるんですけど基本的には一番大きなところは大体首都なんです、うん、キャピタルになるので人口で見てるんですよ、うん、1>, 1番目2番目で人口1億人ぐらいいたらまあでも5つぐらい行かなきゃいけないかなとか、うん、そういうふうに決めてそういうふうに見て回ってんで必ず大きいところでね行くんですよ。 一番大きな街っていうのはやっぱりその国を表すやっぱり私アメリカ行きましたという人を言いましたらニューヨークなんでニューヨーク行けないだ例えば逆に日本に行きました友達いたら東京やっぱり東京言わなくてもえなんで東京行けなかったんですかとやっぱりそうなってきますよねでやっぱりね首都はやっぱりその国を表す ようなな形になっているんでまあそれ仕方がないかなと思うんですけど、まあ、リピーターになってくるといろいろ見て回るのが面白いのかなっていう、まあ、データでも出てますねでこれなんかは、えー、今度宿泊者数なんですけど外国人の延べ宿泊者数なんですけどまあ泊まってる外国人が泊まってるどこで泊まってるか三大都市圏に泊まったっていうのは平成27年か28年に 4.8%、4. 8まあ、5%弱ぐらいこう伸びているんですよね。これは観光庁の宿泊旅行統計調査なんですけど、まあ、5%程度、3台としては伸びていると。じゃあ一方、地方はどうかっていうと、まあ、この同じ平成27年から平成28年の1年間に。 えー、13.2%伸びてると、10%, 割え 10, 割 <laughs> 10強伸びているわけですよね、なので、まあ、やっぱり地方の方に、えー、今、一生懸命頑張ってますからね、PR してやってますから、そちらの方にこうに、外国人旅行者の方が、えー、分散しているなと、ようやくこのテーマの分散の方に入ってますけどそれも観光庁の作,作戦がありますですね。インンバウンドの人数が増えましたら、うん まあみんな、大阪、東京、大阪行きましたら、大変なこともありますしだから、集中しちゃって、今度、うん、混むんですね、うん、ホテルも取れないってなってくるので、もう今の、えー、インバウンドの人数以上になってくると、やっぱり分散していかないと、うん、もうこれ以上は伸びていかないですよね、うんうん、特に僕はもう名古屋に毎週、非常勤行ってますけど、あのー、秋と <春>秋,<田>秋と春、スプリングとオータムのシーズンはもう、重席ですけど、無理ですもん、<laughs> 座れないですもんあ電車ですか、新幹線、あはだからもう、諦めてるんですけど、新幹線立つことはすごい大変ですね、でもね、京都、名古屋間四40分かかんないんで、だからまあいいやと思って、多いんですけど。でもでも インバウンドの方が荷物が大きいとか、いジャパンレールとか使ってるんですよ、レールパスレールパス。あれ、ヨーロッパ行くときとかに日本人が使ってるぐらいしか僕、知らなかったんですけど、うん、あれ日本、外国人が日本に来れたときに使えてるんですよね、うん、でそれは多分あこれ、しっかり調べてないんであれなんですけど。 自由席にしか座れない、うん <laughs> あの、指定席からみんな来るんでね、<laughs> どん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 、<laughs> そうですね、あれ、いっぱい来るなと思ったら、多分そうだと思うんだよ、ね、あれ、あと、新幹線作ったときに、うん、そんなにインバウンドのやり方も、そんなに考えてない、うん、考えてない。そうそうだからね、ちょっとね、本当嫌になってきていやか、観光の負の効果っていうのは、うんあのこ、ここにも、今ね、ジェームス・マックっていう、 経済学入門っていう本があるんですけど、そ,れそこで、まあ、僕が授業で使っているジェームズ・マック、ハワイ大学の人で、うん、もうちょっと本自体は、あの絶っになってるんですけど、まあ、これを結構しっかりしてるんで、面白いんですけど、ここで書かれてるのは、観光客数と地元住民の不満に思う気持ちは性の相関があると。うんうんうん 増えれば増えるほど地元住民っていうのは不満に思い出すっていうその考えだったりがあるんでねやっぱり分散はこれ以上増やすんであれば分散していかないとちょっっとやっぱり今,今まで来てたところはどんどん,どんどん地元住民の方が全員が全員ねあのこれ後で話すことにもつながるんですけど全員が全員観光で売るわ,うわけではないのでだから京都市に 劇っってて僕は何も潤ってなないいじゃないですかでも、えー、混雑に巻き込まれるでしょうそういうふうにだんだん負の効果が出てくるので、まあ、考えなきゃ分散していかなきゃいけないなっていうのとあとはアメリカ人の先生とやこの番組やってるので面白いなと思ったところがあって、まあ、この本経済学入門の15ページに関われてるところなんですけど。 観光のユニークの特徴は、観光地の振興や宣伝が観光業者の責任よりもむしろ政府の責任にますますなっていくということであると。世界中のほとんどのすべての政府が制服旅行機関を設立し、観光地の観光事業を促進のための資金として税収を使うようになっている。しかしか観光地の 侵攻や宣伝のために政府が融資することに対しては世論の批判も高まっている、これ、アメリカの、えー、人の本なのでね、それをこう翻訳しているものですけど、うんで、1996年にアメリカ政府は、えー、自国を訪れる外国人観光客 増大のための観光事業促進費として、えー、公的融資を行うことを中止したとで、もうこれからしてなくて、これ見て、まあ、調べてみると、やっぱり連邦政府自体は積極的にインバウンド来てください、来てくださいって政策をしてないみたいですね。た、うん、ただだ州州レベルでははったり市なんかは、うんうんうん もちろんやってますけど、フロリダだったり、カリフォルニアの方だったりは、州とか、市のレベルではやってるんですけど、政府としてはやらないと、そうですね、逆に私、日本語勉強する、始まるときに、15年、15ぐらい前に、日本からのアドキャンペーンが大きいのこと、出て、ますありましたね。 そのストーリーはああ名前忘れたんですけど、あの長い、長,<す>長いあ10年間ぐらいストーリーいますけど、あの小泉さんが、はいはい、Please come to Japan、はい、という CM が出てましたそうなんですよねに、日本の場合はまだ今、国の方が率先して、観光客来てくださいってやってますから、まあ、これはちょっと。 なんていうんですかこれ。まあまあ <laughs>、いやいや違います <laughs>。まあこれはちょっといい教訓として考えていかなきゃいけないんじゃないかなと思っております。じゃあそろそろですけどね。はい。That was our keyword of distribution. 分散。ということをお送りしました。はい。